節分にお寺や神社へ参拝に行けば、チャンスの神様があなたに幸運をもたらすかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。もうすぐ節分ですが、恵方巻きを召し上がる方も多いかと思います。恵方巻き以外にも今年の幸運や開運につながる恵方参りというものがあるのをご存知だったでしょうかね。今回はそんな恵方参りの作法についてお話ししたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそも恵方というのは一体何かと申しましたら、1年間の徳の気が宿る方位、宇宙のエネルギーが満ちている方位のことでございます。つまり知恵とチャンスとご縁を私たち与えてくださる最強方位だということをまずはご認識くださいませね。そんな恵方の方角にお参りに行きましょうというのが恵方参りでございます。恵方参りという言葉あまり聞き慣れないという方も多いかもしれません。この恵方参りの時期につきましては諸説ございましてね、旧暦の1月1日に参拝するという説と、二十四節気で冬から春に切り替わる立春に参拝するという説がございます。また参拝する寺社というのはどこにあるのかということも大切なポイントになります。恵方参りというように、実は毎年ね、参拝する寺社が方位によって変わってまいります。参拝なさる寺社はご自分が住んでいらっしゃるご自宅から恵方の方角にある神社仏閣を見つけて参拝いたします。そもそも恵方というのはその年の福徳を司る神様、つまり都市徳人がいらっしゃる縁起の良い方角ということでございます。古くから恵方に向いて行う行動は良い運気を呼び込むと考えられてまいりました。なので恵方巻きをいただく時にもね、恵方の方角を向いていただくのはそのためなんですよね。2023年、今年の恵方は南南東でございます。旧正月の2月1日水曜日か立春の2月4日土曜日に今年の恵方に当たっている南南東の位置に鎮座されます神社仏閣の神様、仏様を参拝することで運に恵まれるようになるという信仰が恵方参りというものでございます。ただ旧正月や立春にはとても参拝できませんという方もいらっしゃるかと思います。そういうあなた様もご安心くださいね。旧正月や立春以外の日でおすすめの日取りは3月21日の春分、6月21日の夏至、9月23日の秋分、そして12月22日の冬至となります。またこれらの日にも行けないという場合は前後1週間でも構いません。それでもね、日程を組めないという方は今年1年間のどこかのタイミングでご都合の良い時に恵方参りの日程を組まれて、ぜひご参拝なさってみてくださいね。2月4日できる限り参拝なさることをお勧めいたしますよ。あと12月22日の冬至も恵方参りおすすめの日でございますので、ぜひご参拝くださいませね。また恵方参りに行く時間帯は基本的に日の出から午前中がおすすめでございます。次に参拝なさる神社仏閣の探し方なんですけれども、ご自宅を起点にされまして半径750m 圏内といいますのは方位が発生しませんので、ご自宅から 750m 以上離れた今年は南南東という方位にある神社仏閣を参拝なさってくださればよろしいかと思います。中にはご自宅からね、南南東の方角には山しかないですとかね、家のすぐ横が海でその海の方角が今年の恵方に当たっているというご家庭もあるかと思います。そうした立地の問題で今年はどうしても参拝が難しいなという場合には、恵方沖というものを設置してみてくださいね。まずご自宅の中心を出して、まあこれはね、ご家族が集まるお部屋でも OK でございます。その中心から方位磁石で今年の恵方である南南東を測って、お家の南南東の方に近い場所に、2023年のカラーはベージュや白茶ですので、ベージュや白茶のものを置いてください。また恵方置きを設置なさったら、今度はね、恵方受けなるものをお祭りなさいましたら、家全体に恵方の気がとどまって家族全体に良い気が作用していきますのでおすすめでございます。今年の恵方は南南東ですから、恵方の方角には恵方置きを、そして恵方の真反対の方角は北北西にあたりますから、そこには寺社で授かったお札様とかね、あと浜屋などを設置してください。恵方置きと恵方置きを祭られた状態で神棚やお仏さんといった神様仏様とつながる場所で祈りを捧げましょう。ただ気をつけていただきたいのはね、南南東に位置する神社が稲荷神社だった場合、あるいはご先祖様の御霊が眠るお墓は都市徳人とつながる場所ではございませんので、お稲荷様とお墓以外の場所を探されて恵方参りを行ってくださいませね。節分にお寺や神社へ参拝に行けば、チャンスの神様があなたに幸運をもたらすかもしれませんよ。ではそんな恵方参りの作法についてお話していこうと思います。恵方参りの作法1つ目、うぶすな神社へ参拝する。近年では氏神神社の氏神様という呼び方が一般的になっておりますけれども、正式には今現在お住まいの現住所の土地に建立されている神社のことをうぶすな神社と申します。うぶすな神社へ参拝なさって神様とのご縁結びを強めていただいた上で、都市徳人様にご挨拶に出かけるというのがポイントでございます。うぶすな神社へ参拝なさった時にお伝えいただきたいのがね、〇〇〇んちに〇〇神社へ恵方参りに参拝いたします、どうぞお
取り次ぎくださいませと言ってね、うぶさ神に筋通しておかれますと、神様に失礼のないご挨拶ができます。ということで、神様といえど、まずは一番身近なうぶすな神社へ祀られておりますうぶすな神にご挨拶を申し上げることが大切な作法の一つとなります。ということで、お次は参拝方法について解説してまいりたいと思います。参拝方法はまず基本的な参拝方法を守りましょう。詳しい参拝方法につきましてはこちらの動画で解説しておりますので、こちらも合わせてぜひねご確認くださいませね。恵方参りの作法2つ目、柏手を打った後お釈迦様の生誕ポーズをする。生誕ポーズというのは、いわゆる天上天下唯我独尊ポーズでございます。右手の人差し指で天を指し、左手の人差し指で地を指します。右手の人差し指を天に向けて、神仏の世界、高次元、大宇宙、大いなる存在、生命の根源というふうにね、大いなる生命を思い描きながら、今自分がその中で生かされていることへの感謝の念を込めてください。そして左手の人差し指は地上を指しながら、ご両親やご先祖様、そして自分が育った土地、母なる大地、そして地球というふうにね、イメージをだんだん膨らませていかれて、ご自分のルーツや育み育ててくれた存在への感謝の念を込めましょう。それから自分の身の周りにおられる人、それは自分も含めて家族のみんな、友人、そして袖触れ合う、すれ違うだけの人たちにも思いを込めます。大小さまざまなご縁が絡み合ってね、あなたの心願成就への道が切り開けていくわけでございますから、要は全ての人、全ての出来事、そんな全てのものに感謝する気持ちが大切になってまいります。ただね、周りに他の参拝者がいらっしゃって、この生誕ポーズをするのが恥ずかしいという場合は、心の中で天地宇宙をイメージなさりながらね、自分は恵方天地人だとね、お唱えくださいませ。いつものお参りよりも生かされている感謝の気持ちに満たされること間違いございませんからね、ぜひね実践なさってみてくださいませね。恵方参りの作法3つ目、言葉を唱える。神社を参りなさった時、余裕があれば宮司様に、お寺を参りなさった時にはご住職様にご依頼をなさって、ぜひね静止参拝をなさっていただきたいと思います。ご自分の気持ちでお参りなさるお気持ちも尊い心に違いありませんけれども、正式な参拝をご依頼なさった場合、宮司様やご住職様は必ずご依頼者様、あなた様のお名前と住所、そして祈願内容を読み上げてくださいます。個人参拝の時でも同じように、拝殿でこう柏手を打たれましたら、まずはじめにご自分の名前と住所、神様、仏様にお伝えなさることが大切な作法でございます。そしてこっからがね、恵方参りで肝心要の作法、言葉を唱えていただきたいと思うんです。その言葉とは、まずは恵方参りに参りましたとお伝えください。そして願い事や叶えたい目標を口に出して唱えます。そんなあなたの願い事や叶えたい目標を口に出してお唱えいただいた後は、必ず次の3つの言葉をお唱えいたしましょうね。まず1つ目、願いを叶えるチャンスを賜りますようお願い申し上げます。2つ目、チャンスを見抜く知恵を賜りますようお願い申し上げます。そして3つ目、チャンスに乗る勇気を賜りますようお願い申し上げます。以上の3つでございます。まあ、周りに参拝者がいらっしゃったならば、ご迷惑にならないように小さな声でも構いませんので、しっかり声に出してお唱えいたしましょうね。また願い事や自分で定められたその目標を神様、仏様にお伝えする決意表明の時にね、乱暴な言葉遣いを使ってはいけません。これ当然です。神様、仏様もそっぽを向いてしまうかと思います。それはなぜでしょうか。生誕ポーズを取った時に、心の中でイメージされた生かされていることへの感謝の念が全く感じられないですよね。だから神様、仏様にお願いするにはふさわしくないと言えます。理想を言えば、自分の天命成就のワンステップになるようなね、そういった目標を定められて、その目標を達成するためのチャンスを授けてください、まやかしを見抜く知恵を授けてくださいとかね、生かされていることに気づき、感謝の念を深められる心を授けてくださいといったね、そういった願い事がよろしいかと思いますよ。ということで、以上、恵方参りの作法1つ目、うぶすな神社へ参拝をする、2つ目、柏手で打った後にお釈迦様の生誕ポーズをする、3つ目、言葉を唱える。以上3つの作法をご紹介させていただきました。ぜひね、実践なさって、あなたの願いを叶えるためのチャンスを引き寄せていただければと思います。神様、仏様を敬い、そうした感謝の念を手向けさせていただくことで、その気持ちを受け取られた神様、仏様がますます力を増していかれましてね、私たちはその力のおかげで様々なご加護を得られるというわけなんでございます。恵方参りでは、土地徳人に日々の感謝の気持ちを手向けつつ、そして今生かされていることを再確認していただくことで、あなたのその思いを受け取られた徳徳神から願望成就チャンスを賜ることができると言い伝えておりますからね。恵方参りなさったご利益はきっと徳徳神様から賜られるものと思いますよ。毎年恵方参りを行
行っていらっしゃる方は1年間お世話になったことへのお礼参りをするようにいたしましょうね。ということで今回は恵方参りの作法について解説させていただきました。さあ今日の話はいかがだったでしょうかね。2023年今年の恵方は南南東です。お気をつけてご参拝なさってきてくださいませね。恵方参りのお話参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひねチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。